2010年6月民主党代表選挙は、6月2日に突然辞任を表明した鳩山幸男の公認を選出するため、2010年6月4日に両院議員総会において実施された民主党代表選挙である。この結果、菅直人が新代表として選出された。2009年9月に発足した鳩山幸男内閣は、直後には高い支持率を記録したものの、 鳩山自身や幹事長の小沢一郎に政治と金の問題が出てきたほか、普天間基地移設問題では沖縄県外への移設を目指したが、結局は自公政権時代の合意案であった辺野古崎地区への基地移転で日米合意がなされ、これに反対する社会民主党の連立政権離脱を招いた。これらの騒動によって各種世論調査で統制に陰りが見られ、 2010年7月の第22回参議院、議員通常選挙で相当な苦戦が予想されたことから、党内で鳩山卸が鮮明化。鳩山は6月2日に退陣を表明し、これに伴い代表選が行われることとなった。党代表選挙は6月4日に立候補受け付け、投開票が行われた。時間的制約の自由から投票権は国会議員のみに認められ、 前回2009年の代表選挙に引き続いて一般党員やサポーターの参加が見送られた。民主党にとっては党首選挙の結果がそのまま次期内閣総理大臣を決めることが投票の段階で明らかになっている初の選挙となった。6月3日に副総理兼財務大臣の菅直人、と衆議院環境委員長の樽とこ真次が立候補を表明し、 この二名によって選挙戦は行われた。ありがとうございます。